ましょう。今日も頑張って走っていきたいと思います。もうすでにね汗だくなんですけども、まあ昨日一昨日よりはもう全然涼しいですね。今日は雨がね時折パラパラっと来てるんですけども、雨が今は降ってないんですけどね。今日は非常に外に出ると涼しい風がふわっと吹いててですね、いいんですけども、まあ、センターはとにかくちょっと暑い感じなんで、汗がね止まらない状態です。ただ昨日一昨日よりはもうかなり涼しいんで、テニスもランニングもしやすいのかなと思います。今日は水曜日なんでショートランになると思います。で、走り終わってご飯食べたらまたちょっと移動しないといけないので、今レッスン2つ終わったんですけども、ちょっと休憩してというか準備してからパッと出てきた時間帯がちょうど12時35分ですねから走り出して、まあ1時には戻ってもう1時以内ですね戻って、でご飯を食べてパッと出ていくような感じになると思います。で昨日はちょっとねだいぶ午後がバタバタしてしまいまして、まあ紹介者の自分がですね途中で抜け出して、まあ、市役所方面に向かっていくと、まあでも今はずっとね紹介してるだけなんで、まあ、そこで何が発生するかちょっとわからないんですが、まあ、とにかく紹介してで次の何かにつながるようにまあ頑張ってやってるんですけども、まあ、少しずつね種まきしとけば何かしらそこに花は咲いてくるというような考え方なんですけども、ちょっと時間がねかかるかもしれませんね。で昨日はジェイコムさんのね取材の、まあ、放映を YouTube でね配信したんですけども、まあしっかり編集してくれてますね。やっぱああいうテレビとかメディアの編集力って半端ないんで、まあ、そういうのが分かってるんでとにかく喋ると、あとはもうその喋った内容をうまく編集してくれてるのが分かってるんで、まあこれはですねこれまでの経験、まあ過去5回のテレビの取材があったんですけども、まあ、1回目取材を受けた時にもうとにかくショックを受けるぐらい失敗したなと、あれも言っとけばよかった、これも言っとけばよかった、なんであんな感じやったんやと思ってたら、実際見たらですね結構いい感じで言葉がつながってたんで、あ、よかったなと。ショック受けるほどじゃなく全然なくて、どちらかというとよかったよかったという感じだったのを経験してですね、なるほどと、これはもう言ったもん勝ちやなっていう、何でもかんでも言っといて勝手に後から編集してくれるんでっていうね。ですからまあまあちょっと慣れたというか、そういうことが分かってるんで、まあでもこの間のジェイコムさんのやつは、いや今回のじゃなくてその前ね、生放送だったんで、あれはさすがにちょっとねこう言葉間違えるのも恥ずかしいし、途切れ途切れになるのも情けないし、ですからちょっと緊張しましたね。
まあそんな感じで、少しずつね、まあいろんな形で発信ができてきてるんで、あとはやりたいことの中の一つが、それがまあ実現できるかですよね。キンキンで明日打ち合わせがあるんですけども、その打ち合わせでうまくいくかですね。ですからその明日の打ち合わせのための今日なんで、ちょっとパワーいるなっていう感じですね。でこれもかなりストーリー性があって、それはあの明日以降またロングランで話していきたいと思うんですけども、ある二人の頑張りを見てですね、あ自分も、そうなれたらいいなと。でパッと見てみたら意外とそういう事例少ないなと思ったんですね。でそしたらそれどうやったらできるんやろうということで、違う形にはなるんですけども、ちょっとトライする価値はあるなと。しかも、まあ、センターの稼働率も上がるし、そして非常に、いい活動になるんで、ちょっとまあ一つの、新しい形として、まあ、世の中にこう発信できるんじゃないかなというような動きですね。まあ、これをちょっとやってみたいなと思います。まあ、それは多分明日、明後日以降お話しすることになると思うんですけど、まあそれも今日の話の流れによってなんですけどね。さっきハードワーカーとちょっと話してたんですけども、夏休みがもう今週金曜日から始まるんですかね。金曜日まで学校ですかね。だから来週の月曜日からもう朝から来れるんですね、みんな。でそれについて実はアベマの、配信でもうすぐ夏休みが来ると、そうすることによって困窮というかね、困る保護者それから子どもたちがいるんじゃないかなと。で学校には給食があったり、それからまあクーラーの効いた教室があったりと、すごいまあ普段から子どもたちはまあ助かってると。でも夏休みに入ることでろくに食事が食えない、それからまあ電気代の関係でエアコンもつけられない、なんかそういうことが実際にまあ世の中で起こってると。でこれはもう富田林の中で活動してる時も福祉関係の人と話していると、こう長期の休み期間になってくると子どもたちの体重がめちゃくちゃ減って戻ってくるんですよね。というのはやっぱり学校には給食があるからしっかり食事ができるんですけども、やっぱ今のその格差によって食事がしっかり取れないという子どももいるみたいなんですよね。でも電気代の関係とか、まあ、いろんなことがあってエアコンつけられないと、もう家で、勉強するどころかもう暑くてしょうがないと、熱中症も増えるんじゃないかなっていう、なんかそんな問題が今夏休み前に出てて、それを国としてもしくは地域としてどういうふうに解決していくかという話がありましたね。今まで夏休みやったみたいな感じだったのが恐怖の夏休みというか、そういう子もいるんやなっていうのが分かりました。富田林で聞いた話だとか、もう食事がお菓子になってるんですよね。食べるもんがないというか、やっぱこう共働きとかになってくると食事をやっぱ家に置いとかないといけなくなってくるし、
そしたらいつも以上に忙しさが増したりするんで、結果的にコンビニで済まそうと思ったらまたお金かかるし、まあ、うちは食事はねちょっと提供できないんですけど、まあそういう教室とかなんか運動スペースとかねあるんで、そういうのはちょっとできるんかなと思いますけどね。食事はちょっとやっぱりねなかなか難しいなと思いますね。子ども食堂という考え方があると思うんですけど、そんなすぐに申請してもやっぱ難しいですし、まあ、毎日どうやろうな、お米くださいって言ったらくれるかもしれないんですけど、まあ、カレーぐらい、まあ、ご飯、味噌汁、納豆、卵、まあ、栄養的にはこれで十分なんですけどね、まあ、そこにカレーとか入れて、まあ、その中に具材の中にちょっとまあサバ缶のサバを入れてみたりすればいいのかなと思って、卵入れてみたり、まあ、鶏肉をちょっとずつ切ってとか。でもやっぱりこう衛生的にね何か問題があった時に困るんで、なかなかそういうこともできないのかなと思いますね。ということで今日も、パワースポットは落ち着いた感じですね。まあ今日は水曜日ということでランニングもショートランにします。でこの後食事してまた外出しないといけないので、まあ、それに向けてちょっとね活動していきたいと思います。よし、そういえば昨日ニュースで、ニュースでというか7月の21日からミッションインポッシブルが始まるんですけども、今回はトム・クルーズが来日してこないと。これなんでですかっていうことなんですよね。なんかもう海外ではアメリカか、そういう映画関係者俳優のストライキがあるみたいなんですよ。で今何が起こってるかとかいうと、まああの CG とかいろんなテクノロジーがこう発達するとCG で人を、まあ、こうコピーしながらやっていける。だからそういう今まで歩く人とかそういう方の給料がもう払えない、もしくは CG でいろんなものが作れるんでとか、あとサブスクが原因になってるみたいですね。二次利用した時に一切お金が入ってこないと。なんかそういうことが、まあ、あってストライキやと、まあ、それでトム・クルーズが来日できないということになっているということなんですよね。まあミッションインポッシブルはちょっと楽しみにしてたんで、まあ、時間があったら見に行きたいなと思うんですけども、まあいろんなそういう技術が発展すると、もしくはビジネスも変われば職を失っていく人たちもやっぱ大勢いて、給料が減る人たちもいっぱいいて、いろんな問題がこうふつふつと出てきてるわけですよね。だからエキストラ関係なんかはちょっとどんどん減っていくような感じなんですよね。
まあ、なんかそんなことが、まあ、配信でバーッと上がってきましたね。まあでも一番の身近な課題は夏休みの子供たちですね。では来週から、まあ、小学生チームが毎日行きますと、それはもう朝こっち送ってくれたら、あと、まあ、今はね昼までなんですけども、まあ、夕方までいてもいいと思うんですよね。もう勉強させて帰らすとか、まあ、そんなんでもいいんで、ちょっとこれはハードワーカーと強相談ですね。まあ、練習さすも一つで、勉強、宿題させんのも一つ、やっぱ教室があるんで、これは使い道がありますよね。まあ、ちょっとそれはハードワーカーに一回提案してみます。今日は涼しくて楽でいいですね。わかやな、あいつ車乗っとんな。リクは今日は午後からリクが切れてくれてて、マイクできたの何や。誰の車は誰、でも和歌山なんで多分リクですよね。まあ、涼しいといっても汗がね止まらないのはこの毎日、もう夏なんでしょうがないことなんですけどね。ちょっとまあ熱中症は気をつけて頑張っていきたいなと思います。誰や、ハロー、どうも。アイスセール T シャツ、新しいのできたな。 Yes. But these colors don't suit me. うん。私には似合わない。このカラーを。買い取るよ。え？買い取る？カンニングしとる。カンニングしとる。一応言うことはメモするようにしてる。あ、なるほど。はい。レベル上がってるやん。ということで、あれ今日誰、車で来た？車で来た。何、2台あんの？いや、なかった。は？どうなんで？すごいな。レベルが高いな。レベル高い大学生や。そうか。しっかりまたアルバイト頑張らないと。ということで、これからちょっと移動していきたいと思います。それでは。